はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。なんか長野県中野市というところで4人死亡するっていう大事件起きたみたいですけれども、なんか無敵の人なのか電波が聞こえる系なのか、まあ続報待ちであります。なんか記事何本か見てますと、明らかになんか常人ではなさそうな感じもしますけれども、まあまあ詳しいこと、続報待ちですね。今日ですね、引っ越しに伴いマイナンバーカードの住所変更に区役所に行ってまいりました。マイナンバーに関わることは本人じゃないとダメなんだって。研修中の職員さん、何歳ぐらいかな、50代の細っこい女性だったんですけれども、まあ、研修中って札つけておりまして、ちょっと嫌な予感がしたんですけれども、住所変更したいんですけど、言って出してですね、念のため住所変更済みの保険証も出したんですけど、泣かしにけどパニクっちゃって、住所変更ですかなんて言っちゃって、で隣のね若い男の職員と女性の職員に、なんかバタバタ聞いちゃって、画面指さしながら、なんか聞いちゃって、で、私にですね、こちらからこちらへ住所変更するんですかなんていうのをですね、なんかバタバタしながら、パニクりながら、3回も聞くから、3回目には、そうです、ちょっと大きい声出しちゃいました。私も、イラッときてですね、私、温厚で、5年に1回ぐらいしかおごんないんですけれども、5年か10年に1回ぐらいしかおごんないんですけど、今日は謎だったな。住所変更なんて結構来る案件じゃねえのかな。後で、思い出すと、プッと笑ってしまいます。はじめから払う気がないのに契約した場合は詐欺罪になります。はじめから払う気ねえでしょ、あんたって判断されちゃうと裁判官に。詐欺罪になります。判例もあります。これ、わかりますよね。払う気ねえのに、ネットでしこたま買い物して、商品だけ騙し取ったみたいな、そんなのは詐欺罪になるのは、わかりますよね。判例もあります。業務妨害罪。刑事の業務妨害罪。これ、民事は結構あるんですけど、刑事となると、まあまあ、重い罪が課せられますけれども、って判決された例もあります。なので、NHK 党が進めるですね、NHK 党が進めるですね、受信契約して滞納しろっていうのを絶対に実行しないでください。これ最初から払う気ねえなって見なされると詐欺ってなって、今時の詐欺罪って、執行猶予つかないし、5年以上食らうしで、ろくなことはありませんので、絶対大変なことになりますから、絶対に実行しないでください。この通りにしてて、滞納額がかさんだ方は、清算しないと、一旦それ清算しないと、なかなか解約、NHK 解約って難しいんですよ。相談受けてるこちらも大変迷惑しております。嘘っていうか、犯罪教唆しっからね、詐欺を進める NHK 等に大変迷惑しております。全然問題が相談受けても解決しねえよ。そんなお金、用意できないなんて言われちゃうさ。NHK 等は犯罪教唆をやめてください。非常に迷惑しております。来年元旦より森林環境税徴収開始だそうであります。日本の住民、日本領土の住民、括弧外国人も全員がですね、一人年間1000円払う森林のない都市部住民も取られると。4人家族だと4000円って結構嫌じゃね、年間4000円。森も山もねえよ、ここにはっていうとこ結構あんじゃね、都心部とかさ。1240億円の概算ですね。1億2400万人ですから、1人1000円。赤ん坊まで、昨日生まれた赤ん坊まで1000円取るって、鬼畜の商業なんですけど、まあ、ちょうど外国人生活保護総額と同じぐらいですかね。それやめてこっちに当てたらって気もするんですけど、一般反応です。森林の手入れもろくにしてこなかった行政の怠慢を増税で面倒見ろと。また新しい税金考えついちゃったか。また余計なポスト作るつもりだな。こうやって新税作って上げていく算段。
すぐに売買ってなっていく未来が見えます。増税して海外にはばらまきばっか、次は酸素税か、次はですね呼吸税、呼吸したら取られる税金っていうのを考えてるらしいんですけど、本当に経済壊すことばっかり。岸田、国税じゃないから政府、むしり取った後の活用がうやむや、本当に増税ばっかですね。それもこれも与党も野党もばらまきたくて大きな政府志向だからですね。かつての民主党は子供手当なんつってばらまいて票を得ようとしました。自民党は未だにばらまき体質ですね。それにいい人ぶりたい欲求をですね、財務省やら他の省庁やらに利用されていいように操られているバカ自民と、あとね小さな政府、そんなに手取り足取り面倒見なくていい国民の、そんなにバカじゃない日本国民は、日本人はっていう政党がいない。配布された自治体が使い道に困って結局積み立て金になってるっていう森林環境税なんですけれどもね、国際いい人ぶり対パリ協定に参加した時に作ったらしいんですよ、これ。これもあって、パリ協定参加しましょうよ、みたいな。アメリカは抜けましたよね。こんなのやってられるかよ、つって。いい人ぶってらんねえよ、つってね。抜けましたけれども。あと中国もこれに参加してない。全くの無意味。一番二酸化炭素出すとこが、パリ協定に参加してない。全く無意味な、いい人ぶり対ごっこ、サークル。これも当初はですね、年間1000円だが、じりじり上げてって決して下がらない。天下り協会とですね、社団法人 NPO の食い物になることは明白であります。実質税負担率 47.5% を問題視する政党が一つもないっつ情けなさ。義務教育でですね、国や自治体にあれしてくれ、これしてくれって言うことはすなわち増税してくれって言ってんのと同じことなんだよ。で、教えないといけない。大人もそれ理解しないといけない、時が来てるんでは。増税して森林保護しなくても限界集落の延命やめさせること、延命をやめさえすればそこが森なんじゃねえの、自然と人住まなくなったら自然と森になっていくんじゃないか。環境環境って言うなら、世界の4割の二酸化炭素を出している中国の経済をですね、弱らした方が、1% 弱らしただけでもですね、日本が必死こいて2割ぐらい減らす、 1% が日本の2割ぐらいに相当するので、断然効率的だし効果的であります。なんだよ4人家族で4000円って、赤ん坊からまで取るなんて、あと90歳のおじいちゃんの分も1000円取るってなんだよって話なんですけどね。出産一時金詐欺でベトナム人ちゃん33歳逮捕。男だそうです。ベトナムで出産したっつう書類を偽造してですね、請求を繰り返すと。被害総額は推定1600万円。つまり40人の子供がいるって嘘ついて、こいつは、そりゃ捕まるわな。私は頼んでも呼んでもないのに勝手に日本に来て、外国人が日本人を害する行為、日本人を殴る蹴るであるとか、殺すであるとか強姦するであるとか金を盗む、この場合は公金を盗んだ、行為は侵略行為とみなして刑を重加算すべきって考えてんですけど、皆さんいかがでしょうか。よそからやってきてね、日本一族、我々日本一族に加害する他の部族なんだから、同じ日本人同士の争い、迷惑の掛け合いよりも重くして当然では、侵略とみなして当然では、刑務所に入れとくのも金がかかるっていうんなら身体系でいいよ。身体系で手っ取り早く、例えば性犯罪だったら虚勢して、送還するであるとか、罰死は本国で祖国でやってもらえよっつってね詐欺なら舌をもらって送還するとか、あと粗暴罪、暴行とか傷害ですね、そういうのは手とか足をもらってすぐ送還するとかね。身体系、さすがにそれは、国際的に批判されるっていうなら懲役で、まあ金がかかってもですね、日本で犯罪すると引き合わないって思わして抑止力にしないといけないんじゃないか。日本だと
外国人が、罪を犯すと、詐欺罪でも20年懲役とか、日本人殴ったら無期懲役とか、だから、割り合わないって思わせることができたら迷惑かけらんねえんじゃね。その代わりよ、その代わり外国人同士の被害はいいよ、いくら盗み合っても殴り合っても殺し合っても感知しねえから、被害者が日本人でなきゃ別にいいから、あっつってですね、したらお互いにお互いやり合って、例えばね、川口駅、池袋から追い出された、クルド人グループが結構ね、あそこに溜まってて、池袋、石原慎太郎都知事の時にだいぶ浄化されたんですよ。でね、池袋から川口に移ったクルド人が暴れてるらしいんですけど、まあまあ、チャイニーズマフィアとですね、クルド人グループとかですね、まあベトナム人窃盗グループとかが相争ってですね、殺し合ってですね、数が減るのはいいよ、感知しねえよ、その代わり、その代わり日本人を傷つけたらひどいだろうっていうのがいいと思うんですけどね、私ね。出産一時金っていうのは産婦人科病院の救済措置ですよ。産むだけ産んで逃げちゃったり踏み倒しを防ぐためのお金で、それで産婦人科の支払いがほぼ賄える、手出しがほぼなくなるっちゅう、それのお金なんだから、それをね外国の産婦人科に払うのはおかしいんじゃねえの。父親が日本にいてもですね、外国で出産したケースに払うのはおかしいんじゃねえの。日本の産婦人科を救済するための金でしょ、一時金踏み倒されないようにさ。これも民主党がやった改悪の一つで、入管法に続きここも是正しないと、ドバイやシンガポールでは外国人労働者の妊娠が発覚するとですね、国外退去処分になるって聞いたけどな。そこで増殖しねえようにね。なんで日本一族が外国人の外国での出産に金出さなきゃなんないのか、ふざけんなよって思うんですけど、異次元の少子化対策とか言ってんだったら、出産は病気でないので保険が適用されないっていうのをまず是正したらどうだ。そしたら国内の病院、しかですね、対象になんねえから、外国の病院なんで救済してやんなくちゃならねえの、日本人の税金で、保険税ですからね、保険税。バカの岸田と取り巻きと自民は思いつかないんだろうな。まあこれおかしいよなって言ってる人も多分自民の中にはいるんでしょうけど、まあ執行部はバカで、そんなの思いつきもしねえんだろうな。サミット中に報道関係者に配られた福山市特産デニム製バッグが相次いでネット指名、製造者ビンゴの文化を知ってもらおうとする意図を踏みにじる行為、悲しい。24日の時点で10点出品を確認、メルカリとかかな、非売品記念品と歌い、値段は1万5000円から3万円程度だそうであります。一般判断です。捨てられるよりええんでない。日本の報道関係者は生活に困ってんの。これは政府が、記者が政府から利益供与されたってことでは、まあ金になる、現金化できるってことは、なんか買収とかそういうような匂いすらしますね。業務でもらったものって売ってもいいの？そもそもなんで記者にこんなものやん。買収目的か。税金で作られたものを即換金するマスコミ関係者、報道関係者のモラル低下ってもともとモラルなんかないぞ。なんで記者にこんなものやんだ。サトシを知れ、サトシを。サトシを知るっていうのはですね、入管法改正反対デモのプラカに、入管はサトシを知れって漢字で書いてあったんですね。外務省が金出して3500セット作らせたそうで、これ3万円のセットだったらば、これだけで1億円の予算ですね。庶民が納めた税金で羽振りいいこと、人の金ならなんか適当に好きに使おうな。各国関係者にも配ったそうであります。外務省、各国の
外交部の関係者にも配ったそうで、出品者は報道関係者に限らないんですけれども、まさか G7 の外交関係者が小遣い欲しさに出品するとも思えないんですけどね。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツあたりの国の外交関係者が小遣い欲しさにそんなせっこいまねするとも思えないですけど、なんか全然知らなかったんですけど、全然目立たなくて全然空気で知らなかったんですけど、韓国大統領もいたそうであります。韓国の大統領がいたなら取り巻きも当然いたんでしょ。そんでバッグももらったんでしょ。日本のマスコミにモラルを期待する方が無謀であります。災害の時にですね、被災者を押しのけて食料に群がったりね、映像欲しさに現場にヘリ飛ばして救助の妨害したりの報道姿勢は NHK を見れば、報道姿勢や NHK 見れば人間のクズだっていうのは明白ですよね。モラルが低下どころじゃない、モラルなんかねえよ、一個もゼロだ、皆無だ。最初からゴールデンレトリバーってやっぱ優しくてめったに怒らないんですけど、私獣医ですけれども、怒らないんですけれども、日本のゴミマスの連中よりですね、ツイッターで吠えてるバカパヨよりもですね、ゴールデンの方がなんか生物としての徳の高さが上って感じんですよね、私。まあ私の試験ですけどね。テレビ、韓国旅行が大流行、嘘だとバレる。2019年327万人、2023年141万人の見込み、半分以下になる見込み。一般反応です。バラエティとかで韓国大人気とか嘘つく芸能人。いつもの日本マスコミの韓国大人気詐欺。韓国旅行の何がいいのかわからない。訪韓ごっことは何だったのか。ごっこだから実際には行かないんだよな。テコ入れのためこの先テレビは韓国旅行特集だらけになる。未だにタクシーや土産物屋がぼったくる国だし、日本人とわかると料理に壺や小瓶を入れる店が多い。嘘とぼったくりばっかりだから、女子が韓国に行くのはほぼ安い整形目的。ジジイ集団が行くキーセン。旅行なんか行かなくても近所で10万円使ったらめちゃくちゃ楽しめるぞ。文化財はコンクリートでできてるし、見るとこなーい。トイレが汚くて嫌になったと。あれお里帰りしなくなったのかな。年に1回のお里帰りとかしなくなったのかな。あれだけテレビが大人気って嘘ついてゴリゴリをしてんのに数字は残酷ですね。韓国は島根県竹島を武力占拠中の新生軍事敵国なんだから、観光旅行の候補にするのがおかしいんじゃねえの、そもそも。逆に敵国人が気軽に来日できんのもおかしいんじゃねえの、ノービザで。その辺どうなんだ、教えてくれ自民党、教えてくれ外務省、どう考えてんだ。竹島不法占拠、武力占拠されてんのに全然構わねえの、それは敵国じゃねえの、敵国認定しないの、なんで貿易してんの未だに。なんで日本中を好き勝手敵国人が歩けんの。ロシアをウクライナ人は歩けねえよ自由には。って思うんですけれども、皆様どうお考えでしょうか。6月11日、NHK 受信料ネット聴取反対デモをやります。午後渋谷で行います。皆さんよろしく予定開けといてご参加ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。